2020年は世界中の人々が新型コロナウイルス感染症という同じ危機を通して、これまで当たり前だと思っていた日常を突然奪われるということを経験しました。そんな中でも日本の皆様はより過酷な状況にいる難民に思いを寄せてくださり、多くのご支援をくださいました。心より感謝いたします。新型コロナウイルスは世界の難民の方たちにも深刻な影響を与えています。密が避けられず衛生環境も不十分な中、難民たち自らも積極的に予防や治療に参加して、なんとかこの窮地を乗り越えようと懸命に頑張っています。彼らはみんな想像を絶する過酷な環境にあっても心折れず生き抜くことを選んだ人たちです。わずかな希望であっても諦めずに歩き続ける彼らの忍耐強さ、そして新たな環境に合わせて生きていくしなやかさこそ、コロナ禍にあって私たちが学べることではないでしょうか。国連 UNHCR 協会の報道ディレクターに就任して1年半という短い時間ですが、その間に出会った難民の方たちから教えられることがたくさんありました。その中には世界の舞台を夢見て努力を続ける難民アスリートたちとの出会いもありました。東京五輪が一体どうなるのか、今の時点では全く分かりませんが、すべての環境が整い、難民アスリートたちが日本で夢を叶える姿を見られたら、こんなに嬉しいことはありません。ただ、こればかりは感染症の状況次第です。国連 UNHCR 協会では、今年、コロナ禍の下で希望を見出し、歩み出そうとしている難民の若者たち、そして子どもたちにもフォーカスを当てて支援を展開していく予定です。2021年も皆様のお力で難民の子どもたち、そして若者たちに大きな希望を与えられますよう、どうぞよろしくお願いいたします。